ジョイントコンパウンドと併用した思考例石膏ボード、またはプラスターボードとは、石膏を主成分とした素材を板状にして特殊な板紙で包んだ建築材料である。安価であるが非常に丈夫であり、断熱、遮音性が高い。壁や天井を作る際には広く使われ、用途に合わせた種類がある。石膏は硫酸カルシウムに水和物のため多量の結晶水を 含んでオリり縁や熱にさらされると、この水が蒸気として空気中に放出されるのに伴って熱を吸収する。石膏ボードにはこの結晶水が約21%相当を含まれており、耐火性に大きく寄与している。結晶石膏ボードの結晶面は一見すると不規則な、ぶ模様が見えるが、多くの柄は規則、方向性があり、 裏表どちらから見ても方向がわかるようになっている。建設現場では石膏ボードを施行することをその様から見て貼ると表現することが多い。建築物の建て替えに伴い発生する廃石膏ボードは廃棄物処理場の地下水に生息する硫酸塩還元細菌の代謝を受け有毒な硫化水素を発生させる。これは環境問題ともなっており、 リサイクルなど廃棄物化させない処理方法が研究されている。石膏ボードの製造専用に用いる板紙を石膏ボード原子と呼ぶ。一般の板紙よりも耐水性や濡れた状態での強度を高めて石膏ボードの製造効率向上が図られている。図面等ではギガバイトもしくは p b と省略して表記する。厚さでは 9.5mm、1 2 5ト、mm、ル。 15mm、21mm 15、25mm 21 25、mm、の製品がある。壁用石膏ボードについては、マンションでは 9.5mm の厚さの石膏ボードが多く使われ、事務所や病院では 12.5mm の厚さのものが多く使われる。15mm の厚さのものも使われる。壁用石膏ボードでは以下のサイズのものが多く使われる。 天井用石膏ボードは、壁用石膏ボードではないものを使用することが多く、あり、9.5mm 厚で、以下のサイズのものが多く使われる。ジップトーン石膏ボードには、キッチンや防音室などの用途に合わせた処理、加工をした種類がある。その種類には、防火石膏ボード、防水石膏ボード、耐震石膏ボード、防湿石膏ボードなどがある。 ボード表面に化粧加工したものを化粧石膏ボードといい、押し入れなどの収納部や天井部などに使用されている。代表的なものとしては、吉野石膏のジップトーンなどがある。ジップトーンは店舗や事務所などの天井に広く使われている白地に虫食い、模様の入った天井ボードである。価格が安く輸送コストが大きな製品のため、 全国に工場を展開して高い輸送コストを抑えることができた大手が強く、日本の石膏ボード市場は現在、下記の2社に集約されている。中でも吉野石膏が圧倒的シェアを誇る。アメリカでは石膏ボードはドライウォールと呼ばれるが、他にもプラスターボード、ウォルボード、ジップスサムパネル、シートロック、ジップスサムボードなどいろいろな呼び方があり、健在として 住宅建設に大量に利用されてきた。2000年に入ると中国から輸入した石膏ボードから発生した硫化水素ガスにより壁の中の水道管や電気配線の腐食、住人の健康被害といったトラブルが問題化。2012年には議会が石膏ボードの安全に関する法律を成立させ問題がある製品のアメリカ輸入阻止を行った。ありがとうございます。